プールの水は海水です。濡れては困るお手回り品には十分にお気をつけください。また日傘やセルカ棒のご利用は周りのお客様の観覧のご迷惑となりませんようお気をつけください。また浅瀬プールで観覧中のお客様にご案内いたします。イルカたちの動きによってはプールの水が溢れてしまう場合がございます。足元大変滑りやすいのでお気をつけください。それではまもなく始まりますイルカショー、どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。こんにちは。本日はようこそ沖縄美ら海水族館へお越しくださいました。さあ今回のショーでは体長5メートル体重約1トンを超える沖ゴンドウのティダがイルカショーに初登場いたします。その他にも同じく沖ゴンドウのダース、そしてバンドウイルカのスカイエースといったオスたちの迫力のあるショーは必見です。それではお待たせいたしました、イルカショーのスタートです。
躍してくれるメンバーたちを紹介していきたいと思います。まずはじめに紹介しますのは、怪獣の水族館でおなじみの種類、バンドウイルカという種類です。プール向かって左手が今飛び出してくれたのがバンドウイルカのスカイ。そしてスカイの相方エース、小中の2頭のコンビネーションジャンプは必見です。お次は大きな体に真っ黒な体が特徴のジボンドを紹介いたします。元気よくジャンプへと飛び出すのはオキゴンドーのトト。トトはこのプールで唯一の女の子なんです。さあ次は同じくオキゴンドー、プール向かって右手側、さあゆっくりとジャンプへと参りますのはオキゴンドーのダース。ダースもこのショーが初登場のメンバーなんです。そして最後に紹介しますのは、冒頭でも紹介いたしました海洋博公園で一番大きなメンバー、オキゴンドーのヒラ。以上5頭でイルカショーをお送りいたします。さあここからはイルカが道具を使った種目に挑戦してもらいたいと思います。まず初めに挑戦しますのはオキゴンドーのトトです。今プールに向かいフラフープが投げ込まれました。さあこのフラフープをトトはどのようにして持ってきてくれるのでしょうか。さあ今トトがフラフープの周りを泳いでいます。なんとトト器用に体に引っ掛けてお姉さんの元まで持ってきてくれています。さあお姉さんと息を合わせて上手に持ってくることができました。さあ次はお隣キダに頑張ってもらいたいと思います。キダにはお姉さんが手にしている大きなボックス、こちら持ってきてもらいたいと思います。さあ外とは違った持ってき方には注目です。さあトレーナーのお姉さんと息を合わせて今ボックスがプールの中へ投げ込まれました。こちらのボックスは沖縄のエイサーの太鼓をモチーフにしてトレーナーが一から手作りしているんです。なんと手の胸びれで器用にキャッチしています。こちらの胸びれには私たちと同じ5本の骨が入っているんです。さあ最後お姉さんと息を合わせてよいしょ、道具種目成功しましたら大きな拍手をお願いいたします。さあ今エースが道具種目に挑戦しようとしています。エースはボール運びに挑戦したいと思います。さあ少しエース本日緊張してしまっているようです。少し体勢を整え直してボール運び挑戦したいと思います。ここでオキゴンドーのトトが少し邪魔をしてしまいました。イルカたちは好奇心旺盛です。おもちゃなどを見てしまいますと持っていってしまうことがございます。さあこのバスケットボール、どの子が持ってきてくれるのでしょうか。今お姉さんがボールを回収しようとしましたが、トトまだまだおもちゃに夢中です。ここからはまた違うメンバーに頑張ってもらいたいと思います。さあまだトトはボールで遊び続けていますが、気を取り直してエースの相方スカイに今度は挑戦してもらいたいと思います。エースはハードルジャンプに挑戦いたします。さあそれではエースのハードルジャンプ、最後になりますのはキダが頑張ってもらいます。キダには5
皆様最後までごゆっくりとお楽しみください。海よ祈りの海よ、波の声響く空よ、大地踏み鳴らし叩く島の皆様
ここまでのご観覧ありがとうございました。皆さんまたメンソーリオー